京都府立桃山高校の輪、この後始まります。はい、おはようございます。京都府立桃山高校の輪、今日はですね、第20回という形になります。今日もですね、今ゆるくやっていきますので、よろしくお願いいたします。はい、ですね、私は35期の5層と申します。2月にですね、前回は放送させていただいたんですけども、今回もですね、私の友達、35期のメンバーから、いろんなお話を聞いてきましたので、この後ですね、ご紹介をしたいというふうに思っております。この放送のね、コンセプト、困った時は助け合おう、嬉しいことがあったら教えてね、自慢したいことがあったら聞いてもらおう、もちろん伺いますよ、退屈な時には一緒に笑いましょう、こういったですね、コンセプトで、この番組させていただいております。今日もですね、ゆるくやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で、まずはですね、スタートなので、いつものように桃山高校のですね、校歌、こちらの方からスタートさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日もですね、スタートしていきたいと思います。はい、今日ですね、ご紹介させていただくのは、京料理寿司処、松弘さんということで、ですね、こちらのご紹介をですね、強調させていただこうと思っております。京都の、お店なので、こちらですね、桃山が高校の、校区内と、いうところで、深草の国母町にある、松弘さんでございます。でですね、ちょっと次のページ行っていただくと、京料理と、寿司ということで、かなり綺麗なですね、大きなお座敷があったりとか、カウンターもですね、立派なカウンターがありと、いうことで、こんなお店をですね、切り盛りされてて、あと息子さんもですね、今一緒にですね、お仕事されているということで、次の世代も安泰というふうにですね、もう次の世代のことを考えなきゃいけない年になってきたなっていうのがですね、非常に今実感をしております。で、ちょっと次のページですか。はい、で、彼はですね、今日の、この後のビデオの中でもちょっとお話があるかと思うんですけども、これですね、ミラノに、京都を代表するような料理人さんとですね、一緒に同行をして、これ京都のね、姉妹都市になってるんですって、ミラノが。で、そこで、政界の方々、財界の方々と一緒に、ですね、帯同をして、これ美術館で確かね、そういう食事会みたいなことを、開催されるということで、そこの、中でですね、活躍されたと、いうようなことをね、聞いております。これね、右上の写真、ちょっといろんな方がいらっしゃるんであれなんですが、多分ね、これ、菊の井の村田さんとかが写ってるんじゃないかな。なんかすごいメンバーの方と一緒にいっぱい行ってるんですよね。こんな風なですね、活躍をしている北倉さんです。次のページいいですか。
はい。で、これ見ていただくとあれなんですが、高校時代、それからですね、真ん中がですね、ちょうど働き始めた頃の写真ということで、これね、魚三郎さんって、いうところで、お仕事をですね、開始されてるんですけど、魚三郎さんも桃高生。桃高卒の、方なので、ずっとですね、桃高つながりと、まあ、いうことで、来ていると。そんな北倉さんです。で、次のページ。はい。あ、で、魚三郎さん、こうですね。魚三郎さんも、ですね、京都でですね、の方でも、ですね、同窓会の方で、にですね、ご参加いただいているというふうにちょっとお聞きしています。またよろしければ、魚三郎さんの方にもお越しいただければと思います。はい。ではよろしいですかね。あともうちょっとだけご紹介させていただきますが、こんだけ。あ、わかりました。ですね、この後、ですね、実際にインタビューを行ってきましたので、北倉さんのインタビューを、私インタビューアーで行ってますので、これから少しビデオの方を見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは、どうも。今日はありがとうね。いいえ。こちらこそよろしくお願いいたします。で、桃高で言うと北倉君も35期の5層の同級生です。かすれ君と同じです。で、桃高今日はね、大体聞いてるのが高校の時の思い出と、うん、それから出た後、うん、社会出てからどんな風にしてきたかっていうこととか、うん、あとこんな面白いことやったよとか。うん、まあその辺のところをちょっと聞いていきたいなと思ってます、うん、あれはなんていうの、ミラノとか行ってたよね。あれはミラノ博覧会、ミラノ博覧会の、うん、京都ウィークって言って、京都ウィーク、うん、京都の財界人50人と、うん、ミラノ財界人50人の、離職パーティーの食事を作りに向かい、うんうん、ああなるほどね、うん、あ、うん、そういうような活躍をされてたんで、うん、まあ、その辺のお話と、あと地域のね、食育をずっとやってるっていう話も聞いてて、うん、まあ、その辺のこう地域貢献じゃないけど、うん、地域貢献って言うとかっこよすぎんねんけど、まあ、そういった、まあまあ、その辺の話をね、ちょっと順番に聞いていきたいなと思っています。うん、まあ、地域貢献というかね、うん、まあまあ、これも仕事の流れから、うん、そういうふうに、まあ、なっていったっていうか、ね、うん、毎年、うん、地元の小学生に食育授業っていうのをさせてもらってるし、あ、小学生にね、うん、もう何年ぐらいしてるかな、15年ぐらいずっとしてる中で、うん、まあ、深草小学校、地元の小学校を基盤に、うん、まあ、京都市の小学校へいろいろ回ったり、あ、そうね、うん、まあ、それはさっきミラノに行かせてもらった日本料理アカデミーという会があって、その中の、うん、授業の一環で、うん、まあ、なんで始まったかって言ったら、うん、今和食離れ、はいはい、若い方、うん、それを、ちょっとでも和食に興味を持ってもらおうとか、うん、知ってもらおう、うん、まあ、今家自体で和食言っても、うん、本当に昆布かつおだしを取って、うん、昔は家庭でお母さんがしたかったけども、うん、今はもう川口調味料とか、うん、もう出来合いも凍ってきたりとか、うんうんうん、そういうなんで、なかなか子供が出会う機会がない。なるほどね。うん、だから、その昆布かつおだしで、うん、作った料理を、うん、身近に触れ合う、うん、味を知ってもらう、うん、まあ、昆布とかつおだしっていう、昆布の旨味成分、グルタミン酸と、はい、カツオの旨味成分のイノシン酸が、うん、まあ、合わさって 1+1 は2なんやけども、うん、味の上では7倍から8倍に美味しくなるという、うんうん、初めて飲む子は、うん、まあ、なんかこう生臭い、昆布だしは生臭いっていう子多いんやけども、うん、合わせただしを飲むとほんまに美味しいっていう、うん、口からパッと出ていく、うんうん、だけどそれは味のついてないだしなんやけど、なるほどね、それでも美味しさを感じる、うん、そこに調味料を足すことによって調味料、うん、まあ、お塩とかお醤油、うん、味付けすることによってなお一層美味しくなるし、うん、体にもいいし、うん、和食のだしっていうのはカロリーゼロなんや、おー、いいやん、
特に女性にとっては、うんうん、あのいいし体にもいいし、うん、あのまあ、これは科学的に調べてもた結果なんやけど、うん、ほんまに、和食のだし、昆布かつおだしは体にいいっていう、うん、あのホッとするだしを飲むと、うんうん、あの今もう何年も前からよく切れる子供がいるっていう、よくほらテレビでそういう戦いとか、うん、そういったものがあるからやって言ってる人見るけども、うん、中にはやっぱり食べ物によって、うん、毎日そういう昆布かつおだしの入ったものを食べてると、うん、穏やかになる。なるほど、うん、あのそういうなんじゃないのを食べてると、うん、なるんじゃないかっていう人もおられるし、うん、食っていうのはほんまに大事かなと、うん、私も58年生きてきたっていうのはやっぱり食を全部入れてきた結果こういうねあのまあいろんなことにつながってるやろし、うん、ほんまに大事なことかなと思ってるし、その食育を通してちょうど今うちで大学生がアルバイトに来てくれてるんやけども、うん、のぞみちゃんっていうんやけども、私がだから今大学生が21人なのかな、うんうん、その子が小学校5年の時に福岡小学校で食育授業を受けてたみたいで、たまたま派遣会社からおせちのアルバイトに来て、まあ、その時もその食育授業を受けましたっていう話を聞いたし、うん、でもそれで終わったんやけど、次春頃にまた安定所の方からアルバイトの募集出してたら、その子が来てくれて、またその時覚えてなくて、うん、またあの採用するにあたり、うん、あの面接して年末アルバイトに来たし、食育授業も受けてます言うて、はいはい、あ、そうか、覚えてなくてごめんねって言うたのが、今その今日取材してくれてる、ゴソウ君のいとこ、めいっこなんのかな、うん、あのすごいつながりやなと思って、そうだね、うん、あのびっくりしたもんね。もう今、ちょうどコロナになる前に来てくれたのかな、うん、ちょうど2年前ぐらい、うん、ちょうどコロナが始まったからちょっとしばらくは休んでもうたりしてたけども、うんうんうん、まあ、あのこの2年間、うん、あのすごくあの食堂を明るくしてくれてるし、うんうん、すごいなんかこう縁を感じるっていうのか、うんうん、あの食育を通して、ね、あのし、まあ、それがなかったらここまでまたなかったかも、つながってないかもしれんし、うん、そうね、うん、すごく、うん、あの食を通してっていうか、うん、まあ、だから今私思うのは、うん、何やろ、今ある50、今年58になるのかな、まあ、高校卒業してからいろんなこの出来事、うん、それが全て重なって今があるのかなと。なるほどね、順番につながってる、繋がってる、だから点と点がつながって、うん、あのスティーブ・ジョブズがよく言うけども、その時その時を大事にしてきていくことが将来いろんなことにつながって良くなっていくのかなと、うん、まあ、だから今ね58、これから先ね、うん、まあ、あと20年生きれるか30年生きれるか分からんけども、うん、その日その日を大事に、うん、今ちょうどあの高校卒業した仲間やらと、うん、まあ、中学卒業、まあ、一緒にかぶってる子もいるんやけども、うん、一緒に定期的にゴルフ行ったり、うん、いろんなつながりが出てきて、まあ、みんなも子育てもある程度終わって、うん、してきて楽しめてる、うんうん、まあ、それもいろんなこう頑張ってきたからかなと思うし、うん、あのまあ、まず仕事を一生懸命してきた、うんうん、あのまあまあ、あのまあいろんな悪いこともしたかもしれないけどまあいろんな意味で、うん、まあ、今は楽しくさせてもらってるのかなって思ってますね、うんうん、なるほど、まあ、ちょうどいいとこやから、まあ、今食育の話からね、うん、どんどん聞いてったんで、うん、その私の、あの姪っ子で、あのこちらで今アルバイトをしている、あの森谷のぞみさんっていうの、実はあの彼女も、あの彼女もここにアルバイトに、あの来てくれてるんだけど、あの彼女も桃高生で、実は最初あのここの北倉君が桃高生ということを知らずにいたら、うん、でね、あの結果あの蓋開けてみたら桃高生やったっていうことで、うん、まあ、ここもね、あのこの番組のあれじゃないんだけど、結構なんだかんだこうつながるんですよね、うん、
今何やってんのかな。今は大学4年生です。大学4年生どこやったっけ。同志社大学の、うん、で今何を専攻してんの。統計学とか、うん、数理モデルと呼ばれる分野です。え、マジか。はい。ええことしてるやん今時の。あ、今時です割と、うん、ね、はい、すごいやん。だからあのうちでアルバイトしながら他のこの飲食の仕事だけ違って、うん、あの息子がよパソコンのエクセルとか、うんうんうん、そういうようなやり方をすごく詳しくしてて、うん、それでいいだろうな、まあ、いろいろこう、ね、うん、その辺でも活躍してくれてるし。なるほど、うん、まあもうこれからデータ分析とかそっちの世界行ったらしんどいやろうけど、しんどいやろうけど、めっちゃあの今人がいないところというかみんな欲しがってるところやから、これから AI の時代になるって言ってんのに そこをできる人がおらんかったら。でもなんか編集、いやそう、大学の勉強も楽しいけど、うん、出版とか、出版か、うん、公共事業というか、うん、社会福祉みたいなところに興味があって、うんうん、そっちで働こうかなとも思ってて、ちょっと悩んでます。なるほど。まあそういうのもね、いいと思うし、うん、あの頑張ってやってくれたらなっていうふうに、あの言い方変やけど、まあおじさんやからな俺な。頑張ってくれたらなっていうふうには思いますよ。で、ちなみにね、あの今月は僕の会でしょ、はい。で、その来月の会を持ってくれてる人が、こうその人もこの近所の方なんですよ、この近所の方なんやけど、その人も大学先輩やわ、同志社出てはって、まあ、女性なんやけどね。でね、放送作家的なこととか、いや、そういうこともねやってはって、であの過去の放送とか YouTube で見てもらうと、まあもうやっぱり慣れたもんで、おしゃべりも上手やし、うん、あのうまいことあのこう番組作ってくれたりとか結構お世話になったりしてるのよ。だからね、あのいろんな世界があるし、いろんな世界でやってはる人いるんで、見てはる人の中でも、まあ、すごく僕らが一番下ぐらいでもっと上の方がたくさん見れるんやけど、見てるんやけど、まあ、その中にはあの日本の宇宙開発の先駆けやった研究をしてましたとかそういう人も言い張ったりとか、桃子生、桃子、だから今の桃子ってね、のぞみちゃんたちが出てる桃子ってもういい学校になってたじゃん、うん、であの僕とかが高三の時が中だるみの時代で、ね、その前はまた、そうそうそう、その前はまたすごい人がいっぱい、だから我々が行った時は一番桃子そこのところ、うん、まあ、楽しくね、うん、そうそうそう、うん、だよね。だからそういう時代を経てまたね今素晴らしい学校になってるし、そこからね、まあ、次にこう進むっていうのはねいいかなっていうふうに思ってますし、頑張ってねっていう。でちなみにまあ今ちょっとこの職域の話から、うんうん、まあ、最後来てないけど、うん、その前のさっきのミラノの行った時の、うん、それってすごいやん、なんかその、まあ、ほんまに行くメンバーが、うん、菊之井の村さんとか、すごいな、吉兆の徳岡さんとか、はいはい、韓国の北見製の福士さんとか、うん、ほんまの京都を代表するような方々と20人ぐらいで行ったから、その中に入らせてもらった。それは、それはやっぱり、もちろん能力はそうやろうけど、まあ、いやいや、まあ、日本料理アカデミーの会員の中から行く、うん、まあ、日本料理アカデミーの会員って 7,80 人いるんやけども、うんうんうん、まあ、あの募集があった中で、うん、料理をする人はある程度決まってたね、主要のメンバーが、うんうん、これでその募集の中にお寿司も握れる人っていうのがあった、うん、ああ、なるほどね、うんうん、だから、うん、私はもともと親父が寿司屋から始めたので、うんうん、まあ、今は私は高校卒業してから料理屋に修業行ったんやけども、うん、まあ、帰ってから寿司も親父に教えてもらいながらしてたのが、うんうんうん、放送して、うん、それに応募したら、うん、どうぞいうことで、うん、あれ修行行ったのはそこの桃山の桃山の魚三郎、魚三郎やね、うん、あれ魚三郎さんって桃子に関係ですよね。 お父さんも桃子やし、うん、そうやね、うん、今の社長も桃子やし、うん、5つ上かな、うん、5つぐらいかな、うんうんうん、まあ、だからその方も一緒に行ったし、うんうん、だからその時にミラノ行った時に、まあ
先発部隊と後部隊っていうのがあって、我々日程の少ない後部隊に滋賀県の伊佐宇寿司の方と2人で、で勝手に来てくださいと、勝手に来てください、チケットは用意してくれるけど、前の日に東京行って一泊して、で成田から2人で行くんですけども、どっか経由で乗り換えなあかんかって、ほんで乗り換えたらええけども、どこへ行ったらいいかわからへんし、英語喋れへんし、でもう一人の人ももう一つなんか英語できへんし、なんかこうその子が聞いてくれたんやけども、乗り場をパーッて出口行ってしまって、ここ出てしまって、あれと思って、おかしいなってすごい不安になったね、でもほんまに向こう着いて、まあ、さっき先発部隊を予定して、ほんま4泊5泊な何泊かな、でもほんまに経験させてもらうっていうか、ほんまに和食は美味しいし、でも言われたし、お前もでもその時もまたね、英語を喋れたら、こんだけ楽しい、また変わったあれやから、もっと勉強しておけばよかったかなと思うけども、ほんまにミラのね、ほんまに今から思っても聞くようにもらったのとか、メンバーほんまによういけたな、いやすごいよね、これがその時の様子かな。ああ、はい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 、外の、あの調理場っていうか、レオナルド・ダ・ヴィンチ博物館で、そこも調理施設ってないね、そこでパーティーをしたから、こうやってね、私、野外、その外にこういう調理施設を作って、したの、日本料理アカデミー、日本料理アカデミーので行きました。で、向こうの方とこちらが、日本の方は京都の財界人、今界人京都市長とか、あの辺の市長、市長、京都市長は、なるほど ね、姉妹都市な、姉妹都市、なるほどね、なんかだから関係で政界と財界みたいな感じで、その方々 の、 あのミラノの方と京都の人の会合、その会合の後のパーティー、パーティーの料理、すごいな、すごい、すごいな。な、市長も一緒やったんや、その時。そうそうそう、市長も一緒やって。今から思ったら、よう行った縁があって、行けたなと思う。すごいね。そこで寿司に行ったんや、そうそう、まあ、料理して。料理して寿司して。すごいね。いやいや、ほんまにね、あれはいい経験させてもらったし。まあみんな言うと、すごいって言われる。いや、すごいと思うよ。なんか、運よくそういうのに巡り合えて。なるほどね。まあそれも全部今につながってるのかな、その時の経験とかな、そういうのもね、すごいね、まあほんまにこれ昨日写真見ながら、改めて改めてすごいそこ行ってたんや、なるほど、でも最初、やっぱり行くのに店開けんなんし、そうやな、その間どうしてたの、いや店はあの従業員と、に任して、まあまあ聞かせてもらえんけど、もう最初親父はその店どうすんねんっていう感じで、でも家内がこんな機会ないねんし、行ってきたら、いやそれは財産やわ、後押ししてくれて、ほんまにこれはすごい財産かなと思うし、ほんまに良かったっていうか、まあまさか高校の時にね、将来そんなのあると思う、そんなことするとも思っても思ってへんし、それをするため行くためにやってきたわけでもないし、ね、なんかこうつながってしたきた結果、こういうのぞみちゃんともね、つながったし、ほんまに今のここ今っていうのを大事にしていくのが大事かなと思うし、まあ、あの自分の中でこうほんまはこういろんな人を喜ばす力、まあ要はいろんなところで多機力、他人を喜ばす力、なるほどね、なるほどね、ある人から教えてもらうんだけども、はい、それをまあ信条っていうのが、あの大事な、要は人を喜んでもらうっていうことを、したら嬉しい気持ちになるじゃないですか、こっちもね、あのなかなかね、あの難しいことかもしれないけども、後の人生もっともっとこう人に喜んでもらう、まあ、自分も幸せになりたいなと、いやそりゃそうやな、すごいな、しかし
こんなことしてはったって初めて知ったんじゃない？ミラノに行ったのは聞いたことありました。なるほど、うん、その行った時の内容がこうやったと。知らんかった。昔ミラノ1点ぐらいの話でしょ。長いこと言ってたらね、真面目にやってたらいいことあるな、やっぱりな。高校の話、高校入って、まあまあ、あの中学から小学校の時からミニバスをしてて、うん、あまあ、中高、うん、まあ、中学もそこそこの指導者の中、うん、まあ、休みなくしてて、うん、そうね、高校入ったら、うん、あのほんまにクラブの顧問の先生が素人やって、うん、上の先輩は中学の先輩になって、うん、まあ、ほんまに夏頃までは遊びのクラブっていうか、特に夏休みなんか行ったら今日はソフトボールしようかとか水遊びしようかとか、まあでも中学の時そこそこのメンバーで行ったから、うん、入った時の下級生大会っていうのは、まあ、あの優勝もさせてもらったし、そうでしたな、うん、あのいい思い出あんねんけども、ほんまに4ヶ月間は楽しいっていうか、バスケットもしながらいろんなことをした、うん、でも9月になって教育実習の先生が、うん、あ9月か10月には教育実習の先生が来はって、うん、まあ、今鈴木先生って言うけども、うんうん、その先生が来はってクラブが一変した、うん、もうほんまに天と地獄みたいな、ね、あの 今から思えばいい意味、うん、いい指導してもうて、まあ、京都でもベスト8にもなったし、まあ、その代わり、ね、あの最初トレーニングがすごかって、うん、もうあの昔東南高校って東南、はい、あるんやけども、うん、そこでこのサーキットっていうしんどい練習を、うん、まあ、最初初日にしはって、うん、他のクラブの人が「ええー」って来そうな顔で見たらって、我々がくたくたになるのを、あの、でそれにどう感じたのか、次の日からご両親ってそれをさはって、うん、人の目に見えないとこで、だからまあそうほんまにもう急にそういうトレーニング始まったから、うん、次の日から体がもう動かなくなったっていう、身が張って、まあその代わり筋力とかそういうのがついて、まあ、あの休みなしで今から思えばね、いい指導してもらって強くなったし、うん、今でもその鈴木先生とは付き合いもあるし、あの、まあ、鈴木先生はゴルフしゃらへんけども、ゴルフの後に飲み会で会ったりとか、うん、定期的に、まあ、まあ、後輩やらも交えてゴルフ行ったりとか、うん、あのしてるし、ほんまにいい意味一生懸命してきたから、うん、あのそれもあの今があるのかなと思うね、うん、5歳ぐらい上かな。そうそう、そうだな、ちょうど高校1年の時に、そう、1年の時に大学4回生だから、6つぐらい、もうちょっと上か、うん、6つぐらいかな、うんうん、あのほんまにね、あの、あ、じゃあもう先生としてはもう引退をしはって、もう定年してるのが何か初期企画っていうかな、うん、それで行ってはるんだけども、うんうん、あのほんまにね、ほんまにきついきついっていうか、うんうん、あの指導っていうか、まあまあ、ええ意味のね、うんうん、我々はあんまり良かったなと思うんやけども、今度ゴルフをみんなで先生にも「シーナ」って言うんだけども、うん、先生が教えたように教えるからって言ってもみんな笑い話にしてるんやけども、うん、まあね、高校の時はほんまにバスケットに明け暮れてたかな、うん、まあ、高校の夏までは、うんうん、まあそれ以降は何してたかなっていうか、まあほんまにね、勝部がこの間言ったと、うん、松下の家行ったりとか、うん、他いろんなところの家でね、うん、あの頃ちょうどギターとか、うん、そういったものがみんな流行って、流行ってたな、うん、弾きながら歌ったり、うん、してた、いい思い出があるのかなと思うし、うんうん、ここ何年か前かな、7、8年前かな、一回この松下の家で一回松下が解放してくれて、うん、みんな久々に行ったな、行ったな、その時に、うんうん、まあ、みんなまた聞いたら、そうやね、朝3時、4時までそう
それはよく思い出かなと思う、うん、ちょうどさ、ね、ミラノ行く頃やね、あれ行った直ぐらいね、うんうん、確かに一回行ったな、松下さんと、うんうん、もうそこ家はね、今なくなってまあそうやね、うんうんうん、まあ同級生とか、うん、同じ学校行ってる仲間っていうのは、うん、素晴らしい、ね、そうね、だからどうぞ、どうもそうやし、そう、ね、しばらくずっとずっと会ってなかったもんね、会ってなかったけども、うん、一緒にゴルフ行ったりとか、うん、そうそうそう、最近はしてこういう感じとか、うん、ね、最近やこの間もそのカズベの取材を聞いてて、うんうん、素晴らしいその話を、話っていうかこう、うん、まあ、上手に聞き出してる、うん、すごい能力があるんやなっていう、うん、ずっと営業してるからね、まあ、そういう能力かな、わからないけど、まあ、ほんまにその高校とか、うん、まあ、誰でもそうやけども、うん、っていうね、うん、やっぱり営業してる人っていうのはすごい、なんていうのかな、当たりもよく上手にこうね、うん、見習いよ、あんなかもしれんな、なんかね、分からんけどな、やっぱり、うん、実際に柔らかく人に当たるようにはなるわな、確かにそれはそうかもしれんけど、うんうん、なるほど、そうか、なかなか気楽に来れる店ではないと思うんだけども、うん、まあお祝い事でやったりとか、うん、法事でやったりとか、うん、そういう後の料理とかは、ぜひとも蒙古出身の、うん、はい、うん、蒙古出身ですって言ってくれたら、ね、いろんなサービスもすると思うんで、はい、気楽に相談いただければいいかなと思うし、うん、今の人生の冠婚葬祭、うん、いろんな行事ごと、うん、とかも、利用していただいたらいいかなと思います、うん、はい、分かりました。はい、インタビューのですね、ビデオを今見ていただいてたんですけども、これからですね、北倉さんに、まあ、実際にちょっと今日、ご登場いただこうということで、今ズームがつながっていますので、呼んでみたいと思います。コウさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。もう今ど真ん中に映ってるんで、昭和58年の3月の卒業ですかね、うん、第35期、北倉浩一と申します。今現在、家業の、京料理と寿司の店を、継いで、今息子と共に一緒に頑張っております。今日は一つよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。で、今、まあ、インタビューの中でもいろいろお話をしてもらったんだけども、はい、あとね、はいはい、当日聞いた話の中で、今日ちょっと、はい、話を、入ってない部分があるのね。どこかっていうと、うん、例の北海道の話で、で、ちょうどですね、その時の写真をちょっと今出そうかなと思ってるんですけど、うん、松山千春の、なんか家の前。そうですね。ね、まあ、なんか自宅の前で写真を撮るっていうのが、なんかその、なんていうんですかね、観光なん名所になってるとかなんていう話で、うん、今ちょうどね、その写真をこう画面に写してるんですよ。だから、はあはあ、で、この時、そうそうそう、この時の話なんかをちょっとお話ししてもらったらどうかなと思ってるんだけど、高校3年の夏に、うん、まあ、その当時、まあ、何人かが松山千春とか、うん、長渕剛の歌をよく聴いてて、コンサートなんかにもよく行ってたんやけども、うん、まこまないスケートリンク上で5万人を集めてコンサートをする企画があったので、まあ、いろんなツアー会社は企画を組んで2泊3日とか、うん、そういうツアーを組んでたんやけども、うん、同級生の山田秀樹っていうのが、うん、知ってるよそいつも好きで、うん、どうせ行こうやったら女2泊3日で行かんと、うん、自分らで手配して切符、うん、10日ぐらい、1週間から10日ぐらい行ったかな、うん、京都駅から白鳥に乗って、うん、朝10時に乗って、うん、夜の11時半ぐらいに青森に着いたんかな。あ、でそこから1時間ほど待って青函連絡船に乗って、はい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 、はい、夜中11時半頃から朝の5時半まで、うん、ちょうど北海道から離れていくときに青森のその形が綺麗に見えるよね、うん、で北海道近づいてきたら北海道のその形がちょうど
ネオンで地図と同じように見えて、すごいあれは感動したし、うん、まあ、ほんでそこから北海道、次の日か2日ぐらいにコンサートがあって、うん、どうせやったらあと北海道ぐるっと一周回ろうかいうことで、うんうん、いろんな層雲峡とか網走とかいろんなとこぐるっと回って、はいはい、2人で、うん、楽しい旅行をさせてもらったっていうのか。で、まあ、そこで足尾も自宅もやろうということで、はい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 、なるほど、あの写真なんやけども、まあ、恥ずかしい話、こう同じようにサングラスかけて、うん、いいやん、すごいいいと思う、家の前で撮ってると、うん、まあ、他のファンの人が勘違いしたのか、はい、まあ、勘違いじゃないね、そっくりっていう上でなんかうぬぼれてたっていうのか優越感にしたとか恥ずかしいなと思って、うん、まあ、そんな感じで北海道行っていい思い出かなと。まあ、今この年になっていろんなとこで、うん、まあ、いろんなまだ自己紹介するときに、うん、まあ、この写真いつも使ってるんやけども、うん、いいね、うん、結構知ってる人は似てるねっていうね、うんうん、で言われるし、まあ、その当時ほんまに学校でもそういうギター弾きながら歌うっていうのも流行ってたし、うんうん、まあ、音楽の授業でも載せられて歌ったこともあるし、うん、バンド付きで、もう今から考えたらほんまに恥ずかしい話かなと、うん、いやいや、まあ、それが高校生やからね、うんうん、ね、まあ、何してもね、まあ、良き思い出かなと、うん、うん、ありがとうありがとう。いや、うん、このね、うん、高校の思い出って言ってね、ビデオの中で部活の話とかはね、させてもら、うん、流させてもらったんだけど、まあ、ちょっと聞いてた、この北海道に行ったこの松山千春の写真だけは別にね、どうしても出したかったんで、このいや、まあまあ、こんなんもあったよっていうのも、そうもっとそこへつながると思わんかったんけども、まあ、今から思えばね、米一袋以上違うのかな、体重も。うん、まあ、良き思い出で、ほんまにね、まあ、未だに、うん、聞くと、高校時代、歌っていうのは、うん、その時代時代を思い出すっていうのか、うん、ね、その当時の心境まで思い出してしまう。うん、あ、この頃、この歌の時はこんなことしてたな、とか、うん、うん、実際、いろんな思い出と同時にいろんなことしてきたなと、うん、歌を聴くたんびに、うん、思い出が、うん、やっぱりもう年いった証拠なんやね、これね、うん、確かにね、そう、最近のことは覚えてる、うん、最近のことは覚えてへんねんけども昔のことはよく覚えてるっていうのか、うん、確かにそれはあるよね、うん、なんか2000年とかって言われたら昨日のことみたいに感じるもんね。でもその昔その前になるとね、やっぱりちょっと違ってて、お父、うん、さん言う通りで、うん、はい、卒業して何年なのかな、1980年、うん、そうね、もうそのぐらいなのかな、はい、学生自分は42、3年前、うん、ねえ、考えられへんような、ね、そうだね、学生自分で今写真もね、うん、ちょっと出してるんだけど、うん、この間のインタビューは先ほど流れたわけ、ちょっと、うん、流れた、今度ね、実際に YouTube で見て、しっかり25分ぐらい喋ってもらってるから、のぞみちゃんの方、そう、ええ、一緒にね、入ってるところも流れてるんで、ぜひ見てください。うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。うん。そしたらね、せっかくなんで、うん、松山千春が出たので、はい、ちょっとリクエストをもらってた、長い夜をね、これから、はい、かけさせていただきたいと思います。はい。はい、ありがとうございます。北倉さんどうもありがとうございます。北倉さんっていうのは変やな。コウさんどうもありがとう。はい、ありがとう。はい、はい。はい。はい、また行くね。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい。はい、それではですね、ここで曲紹介ということで、北倉さんの方からは先ほど写真があったように松山千春のリクエストをいただいております。それでですね、曲の方は長い夜ということで、これからですね、1曲聞かせ、流させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、you、mm-hmm.
リクエストの曲でね、Zoom で入ってもらってる北倉さんには残念ながら聞こえてなかったんですけど、今ちょうどあの曲がね、流れたところです。今日本当どうもありがとうございました。まあ、これからちょっとエンディングに入っていくので、よかったらそのまんま Zoom つなげて、あの一緒に、エンディングまでいてもらえたらなと思います。で、はい、ありがとうございます。はい、でちょっとね、まあ、恒例といいますか、あの必ずですね、この最後に、はい、これね、東京の同窓会っていうのがあって、でこれもね、はい、もう長く続いてるんですよ。で僕らもね、うん、あの知らなかった、正直言って知らなかったんですけど、うん、でもやっぱりね、すごいあの歴代の先輩方からが出席されて、で毎年ね、うん、100何人ぐらい集まってらっしゃるのかな。で、うん、そういうのがあって、そこの時に、ね、最後にね、ふるさとっていう、昔の歌ってたんだけど、をかけてみんなで歌うっていうのが恒例になってて、で、この番組でも最後にそのふるさとをかけて、最後エンディングに入るっていうのが恒例になってます。はい。なので、ちょっとこれからですね、少しふるさとっていう、音楽を流せさせていただいて、最後、まあ、エンディングっていう感じになりますので、ちょっとお付き合い、いただければと思います。はい、はい、じゃあちょっとこれからですね、エンディングのふるさとの方、かけさせていただきますので、皆さん聞いてください。はい、はい、you、yeah.
い、どうもありがとうございます。いつもですね、ふるさとの方聞いていただきました。今日ね、エンディングまでですね、北倉さんお付き合いいただいているので、一緒にですね、エンディングを迎えたいなというふうに思います。まあ、先にですね、ちょっと告知といいますか、お話だけしておくと、まあ、来月は11日の、6月11日の10時から、また同じ、時間帯でですね、ももこうのは、開催させていただき、放送させていただきます。はい。はい、で、次回のゲストが、中尾真也さんでございまして、サッカー、プロサッカー選手の、方でございます。85年生まれの。うん、はい。若い選手の方で、はい、はい、ゲスト予定しております、はい、そういうね、いろんなとこで活躍してる人いるのよ、桃高生で、高さんのびっくりするです。プロサッカー、プロサッカー選手がいるの、はい、選手の方でございます。素晴らしい、うん、85年だ、21歳、ですね、30、多分30、今年35かな、35歳ぐらい、はい、したかな、はい、うん、はい、まあでもほんま、もう一番びっくりしたのが、ほら吉本の、あ、そう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 、川端さんですね、川端、うん、はい、うん、そうなんですよね、だからね、あれは100周年の時にはい、冊子に載ってて、はい、初めて、うん、うん、あ、そうですか、あ、ちょうどわしの弟がちょうど行ってた頃にいたんだけども、うん、あ、そうやな、うん、6年上だから弟の、うん、全然知らんって言ってたよ。去年の番組も出ていただいて、あ、そうなんですか、はい、うん、そうなんです、そう、だからいろんなつながりがあるんで、またコウさんも、よろしくお願いします、うん、そろそろ時間になりますんで、はい、今日どうもありがとうございました、どうもありがとうございます、ありがとうございます、はい、ます、あと本当1分ぐらいなんで、もう終わりかな、はい、そんなもんかな、そぐらいなんで、そうですね、最後に何だったら松広の宣伝だけしてもらいながらフェードアウトするっていうのもありなんで、まあ、松井色の宣伝っていうか、まあ、ね、ごそさんのめいこさんとのすごいご縁も、まあ、びっくりしました。のぞみちゃんと言ってめいこさんと一緒にね、食育授業からつながって、はい、ね、ほんまに人の縁っていうのはなんかこうどこでどうつながっていくかわからへんので、うん、今この時期を一生懸命、うん、はい、点と点がつながっていく、うんうんうん、うん、スティーブ・ジョブズじゃないけども、うん、今を大事にしとかないと、うん、将来とんでもないことが起こるんやなと思うし、うん、大事にしてたからこそいろんなつながり、うん、今みんなこそとかでもゴルフも一緒に行けるし、うん、ね、うん、その高校時代まさかこんないつまでもつながるとは思ってなかったしね、つな、うん、げようと思って生きてたわけでもないし、うん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 、私の、まあ、信条というか一生懸命することが、ね、もう大事かなと、うんうん、まあ桃山高校にね歴代卒業された先輩方もずっと一生懸命ね、うんうん、昔は我々の時よりもっとね頭の良かった時代っていうのはねで今もすごく素晴らしい桃山高校になってるし、我々一番簡単に入れて、簡単に卒業できた時代かなと。まあ、ね、まあ、それはそれでいいのかなと思うし、ね、こうして、桃山高校の同窓会の和っていうの、うん、まあ、こうしてラジオ番組してくれる、ね、お二方のおかげとか、いろんな人のおかげで、うん、成り立ってんやなっていうのを最近、この年になってつくづく思うし、縁、うん、を大事にしていきたいなと思ってます。ありがとう。はい、ちょうど時間いいところになってきたので、はい、今回の放送はこの辺で終了させていただきます。はい、北倉さん、どうもありがとう。はい、どうもありがとうございました。はい、また京都に戻った時には、伺わせていただきください。はい、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。じゃあ、では、さよなら。では、さよなら。はい、また、はい、来月もよろしくお願いいたします。Bye.